ある台湾系アメリカ人が中国のインターネットショッピングサイトタオバウでモデルガンを購入したところ、中共当局に3年間収監されたと明かしました。この人物は刑期を終えてアメリカに帰国すると、顧客の個人データを販売して中共の人権弾圧に加担したとして、アリババに対し裁判を起こすと発表しました。 ゲーム開発業者で台湾系アメリカ人のテイ・シンさんは2016年に中国に出張した際、アリババ参加の通販サイトタオバオで、シューティングゲーム開発の参考にするためにモデルガン60兆を購入したところ、中京当局から銃の違法所持に問われて、3年の実刑判決を下されました。昨年ようやく釈放されたテイさんはアメリカに帰国後、アリババを訴えることにしました。 大量の顧客の個人データを人権弾圧に使用する相手に売り渡したからですネットショッピングは実名購入ですなぜ彼らが大量のビッグデータを第三者に提供したり犯罪集団に提供したりするのかネットショッピングではパスポートやキャッシュカードをアップロードしなければならないためあらゆる情報がそこに入ってしまいます テさんは当時137人がテさんと同じ罪状で逮捕されたと明かしています。またテさんは中共の警察から通報者には報奨金が支払われると聞いたとも話しています。報奨金の最高額は上海地区の60万元約1000万円で、北京だと50万元約800万円です。10人見つけて10が100兆になれば報奨金が手に入ります。 テイさんは取材に対し、アリババ子会社の複数のショッピングサイトは、国内サイトからでも海外サイトからでも、各国の偽札や偽コインを購入できるほか、偽造パスポートや偽造身分証、ワクチン接種カードなども手に入ると話しています。週間中に出会った詐欺集団の一員だったという人物から、アリババのサイトではあらゆる人の個人データを購入できると聞きました。 またアリババのために動いていた人にも出会いましたタオバオとアリエクスプレスとアリババという3つの場所から偽札を国外に転送しているそうでその人は私に驚くべき話をしました毎年アメリカに送られる偽札の総額は約100億ドル約1兆1346億ドルに上るというのですテイさんはすでにアリババに宛てて弁護士書簡を送付しています もちろん私はこの犯罪集団アリババが消えてくれればいい、もしくは主な人物が制裁を受けるといいと思っています。NTT ジャパンがお伝えしましまた